どこでしょう。覚えてないとは言わせないわよ。イノ、知ってたの？親友なめんなよ。サスケ君と初デートした場所ってことくらい調査済みなんだからね。デートって言ってもたったの2分半だけどね。なあ、もう聞きたくない。ほらほら、思い出にズブズブに浸ってらっしゃい。